まず概要をご紹介します。コネクティビティ、豊富なペリフェラル、セキュリティを備えた STM32 ファミリーに無線機能を搭載した STM32WB シリーズが加わりました。これはデュアルコアに無線トランシーバーを混載したシステムオンチップです。コアテックス M4 コアでアプリケーションを実行しながら、コアテックス M0 プラスコアで無線通信の制御を同時に実行できます。コネクティビティ面では Bluetooth 5とメッシュに加え、 ZigBee、 802.15.4 やスレッドなどのマルチプロトコルに対応できます。その他、高い汎用性や最適化されたアーキテクチャとソリューションにより迅速な市場投入が可能です。まず高い汎用性についてです。 STM32WB は 256KB から最大 1MB まで大容量のフラッシュメモリを搭載しています。また QFN、ウェハレベル CSP、BGA の4種類のパッケージが用意されています。パッケージとメモリーのさまざまな組み合わせが可能なため、お客様のアプリケーションにかかるコストを最適化する選択肢が広がります。次に最適化されたアーキテクチャについてご紹介します。このデュアルコアアーキテクチャはマイコンと無線トランシーバーを一つのシステムオンチップに集積しています。ペリフェラルは STM32L4 から継承されており、ローパワーアプリケーションに適した低消費電力モードやバッテリー寿命を伸ばす DC-DC コンバータがあります。製品化までの時間を短縮するため、STM32WB のエコシステムには異なる無線プロトコルでトライアルや試作を行うための専用 RF ツールが充実しています。 STM32 のキューブ MX およびキューブプログラマーを併用することで、一貫して開発プロセスを高速化できます。通常ユーザーは無線通信とアプリケーションの処理を行うために、無線 IC とコンパニオンマイコンを使用する必要がありますが、当社のデュアルコア製品にはすでに統合されています。無線通信用コアとアプリケーション処理用コアが分かれているため、アプリケーションのソフトを並行して開発でき、開発者の作業負荷を軽減します。さまざまなタイプのパッケージとスマートなペリフェラル、そして多数の汎用 IO を使い分けることで、基盤設計からアプリケーション開発に至るまで効率的に進めることができます。今回のデモでは、ホームオートメーションで遠隔操作を行う際に見られるマルチプロトコル環境を扱います。原理としては Bluetooth プロトコルで通信するセンサーから、住宅の温度、湿度、侵入などのさまざまなデータを収集し、そこから抽出した情報をホームコントローラーがゲートウェイを介してクラウドに送信します。ホームセンサーはルーターとして機能するホームコントローラーに Bluetooth で接続したスマートフォン上のアプリから操作できます。ホームコントローラーは STM32L0 搭載の村田製作所製通信モジュールを通じて、ローラ1やシグフォックスに対応し、センサ情報をシグフォックスバックエンドクラウドやクラウド接続されたローラ1ゲートウェイに転送できます。この LPWA のユースケースに利用可能な無線スタックは ST.com で入手いただけます。Bluetooth デバイスであるセンサーとホームコントローラーは STM32WB55 がベースです。セントラルとペリフェラルといった Bluetooth の異なる役割を使い分けて、ソフトウェアのアプリケーションを処理します。またホームコントローラーは村田製作所製の通信モジュールにより、SIGFOX やローラ1などの LPWA のスタックに対応します。
STM32WB のニュークレオを使用すると、専用テストツールの STM32 キューブモニター RF を含む充実したエコシステムをご利用いただけます。当社のホームページ st.com STM32WB をご覧ください。